現存する東壁及び東西名本は、カンボジアのアンコール遺跡群にある寺院で、アンコール地域最大の貯水池である、西払いの中心に位置する。寺院の建築年は知られていないが、証拠からは、オースーリヤバルマン一世やるいは、ウダヤアデチャバルマン2世統治時代の11世紀が示唆、されている。現在、寒気には、陸路で到達可能となる。雨気には、 バライの水域の長さは7800メートルに上り、バライの底面部からより高い位置にある寺院は島になる。クメールの建築家は一般的にヒンドゥー教の天気創造の海を象徴する堀で寺院を囲んだ。西目本はそれらが実際の海のように見えるよう広大な水域の中心に位置して、この宗教的象徴性を究極的に取り込んでいる。寺院は 側面の長さ約100メートルの正方形の形に建造された。各側面には石の蓮の花を乗せた3つの塔門が約28メートル間隔で配置された。正方形の中心にはラテライトと左岸の歩道により東の壁に連絡される石の基段があった。現在は基段、歩道及び東の壁や塔の跡の多くが残り、 バライの水域が低い場合、それら石の輪郭が見えるが、他の側面部の大部分はなくなっている。木段は、過去にいくらかの比較的小さな構造物を支えたで、あろうが、見られるべき中央の指導はない。西メボンで発見された、横たわるビショヌ1938年、西メボンにおいて、クメール美術のうち最も知られた、聖堂彫刻である、横たわるヒンドゥー教の神。 ビシュヌの破片が発見された。11世紀中頃のものとされ、高さ1.14メートル、幅2.17メートルとなる残存部は、神の頭部と銅の上部及び2本の右腕を含んでいる。地元の村民が仏陀の肖像画にし、目縫に埋められ、土から解放されることを望んでいる夢を見たと言われている。続いての発掘がビシュヌ像を掘り出した。 13世紀末の1296から1297年にアンコールを訪れた中国人施設の周ー,ール館はその帰国後の新郎風土期においてアンコール地域のもう一方の大貯水地であった東払いの中心の寺院である東メボンにはへそから水が常に流れ出る不正動物の像があると記した多くの学者は周がビシュヌ像を 仏陀像と誤り、またその場所を間違えて記録したと考えている。ただし、州が西原い内にしメボンを訪れたという記録がないことから、東、メボンにも同様の像があった可能性がある。完全な形であれば、全長約6メートルに及んだその像は、プノンペン国立博物館に収蔵された。また、それはワシントン DC など海外でも展示された。 ありがとうございます。